エロ本と教科書ゲーム。これはまたエロ本と教科書すごいもの並べました。食欲を満たした後に専用、このゲームはですね、エッチな本に教科書に出てくるような、まあ、問題を貼り付けてます。それにこの3人が答えるというゲーム、3問ね、ありまして、一番正解した人が優勝なんですけれども、はい、ただ、回答権を得るためにそのエッチな本の状況を事細かに説明しなければならないというそんなルールがあります。勉強プラスエロもちゃんと習得しなければ、そう、ちゃんとエロの状況をみんな卑猥になりすぎないように伝えてください。なるほど、保健体育も兼ねると、両方同時にね、はい、これ大人ですよ。大人そうですよ。だから冷静に問題を考えながらその描写も考えてください、ね、はいはいはい。だから放送に耐えられないような表現ダメですよ、はいはい、そこをちゃんと考えた上で、はい、じゃあ、はい、第1問、第1問はこちらこちらです。あ、やばい、エロの方先に見ちゃうわ。やっぱりエロの方先に見るね。こちら、これはすごいことが、はい、これのまず状況説明できると思ったら挙手、で答えも、上の問題も、はい、はい、加藤さんどうぞ。四つん這いになってケツを突き出してる、はい、あ、もうちょっと丁寧に、ないか、ないか、エロの説明を丁寧に。いや、はい、寺島さん、四つん這いになり、おぶつを出すところを前面に出す。いや、もうちょっと、もうちょっとありますよ、はい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 、草木さん、ですね、ちょっとね、はい、お尻を上に突き上げて、はい、男性にストッキング破かれ待ちですね。あー、本ぐらいあって、もうちょっと破いてほしいなって思ってる感じです、ね、はい、解答権獲得、はいですね、はい、その上の表がわかんないこれを、これを見ようって言ってたんだよ。はい、はい、どうぞ、皆さん、はい、そうか、問題も見とかないと。そうだよ、もう解答権獲得したらすぐあれを、はいはいはい、じゃあ寺島さん、解答権をまず、どんな状況でしょう。男を求めている。雑、雑、雑、残念、そうじゃない。はい、はい、写真しか見てないんだよな。これと、こういうことですから。はい、はい、患者さん、まず解答権を、はい、四つん這いになり、はい、後ろ向きでお尻の部分のタイツを破いている。はい、正解。じゃあまず教科書の問題に答えてください。それがね、緑、え、不正解。そうね、はい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 、草木さん、あ、さっき獲得したんで、あ、もういいの、どうぞ答えてください。黄緑、違います。あ、ごめんなさい、ですね、はい、解答権をまず獲得してください。四つん這いになり、はい、まあ、こっち破れたストッキングを必死に直そうと。いや、違う、真逆の表現なんです。そんなエッチな、破れた部分を手で隠そうとしている。あー、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 オッケー、オッケーです。はい、黄色、違います。はい、わかりました。はい、藍色、はい、オッケー、草木さん正解。そう、はい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 、でございます、はい、虹のね、7色は、あと青、藍、紫、藍色、そうか、色を見つけるだから、エッチな本のここにね、写真があって、ここに問題文があるわけですよ。そうですね、じゃあ、絵の先に見て、問題どうでもよくなるわ。いや、ね、しかも、なんだったら他のところの写真もちょっと見ちゃうから。見ちゃうから、見るんで。いや、これは難しいな。ちゃんと状況説明しなくてもやっぱ難しかった。難しかった、難しかった。いきます、第2問。まず、1問正解、草分さん、はい、はい、続いての第2問、こちら、はい、はい、こちらを説明してください。はい、こちらの説明、はい、はい、寺島さん、仮面武道会に出るために、あ、クッキーを食べている。いや、不正解、違います、それじゃないです。状況は、はい、はい、草木さん、クレオパトラが世界で最初にやったと言われるすごい気持ちいいことを、仮面をつけることによってさらにその演出効果を高めたことをしている。はい、解答権獲得、素晴らしい。その通りです、はい、はい、45、正解。早い、さっしゃー、早かったな、すごい。今回はね、煩悩振り合わせ先に問題を解きましたよ。すげーよ、やばいやばい。45、45、待ってました。あ、俺46だと思ってたから、もうそれすらもうちゃんとできてる。本当に弱いね。やばいな。いや、もう草木くん2問正解だから勝ちだけど、はい、もう最後の問題、いやいや、これはもう全然知りません。はい、じゃあ最終問題、はい、はい、こちらでございます。はい、写真が1号目のこれです。これを、
はい。は、はい、寺島さん。本来は女性器に受けるものをあえて顔面で受けて本来は向けて女性器に。本来は女性器に注がれるものをあえて顔面で受けている。正解。正解なのそれは。はい、それで。はい、問題の答えは。徳川綱吉。正解でございます。はい、お願いします。何にも言えなかった。うわ、すごいですね。いやー、もうお見せしたいけどね、もういろいろありましたから。そう、いろいろなってました。大体わかるでしょ。大体わかると思いますけども。面白かった。エッチな本当教科書を持ってやってください。そうそうそう。まあでもまあ18歳以下はできない。あ、買えないから、ね。買えないから。エッチな本当。大人の遊び。大人の遊びですよ。大人の遊び。以上でございます。ありがとうございました。